素敵な日本の庭園ですね。鯉が気持ちよさそうに泳いでます。さて今気温30度近くあります。暑い暑い。私たちブラジルにいますすべて県外で行うロケ、県外でやる初めてのロケなんですけど、よりによって一番遠いところに来ました。ブラジルはあの日系人のコミュニティがすごくて、ブラジル国内に200万人以上日本にルーツを持つ日系人のコミュニティがあるそうですね。そこで今回はこのブラジルで信州とのつながりを探ってみようと。あ、佐川です。へえ。こんにちは。あ、初めまして。変わらったらいいよ。大きい。どうでした、ここまで。長かったです長かったね。長かった、我々長野市出た時雪がすごかったですね。猛吹雪、すごい雪。そして羽田からまずパリに行きました。結構ボリュームあるよね。食べ応え美味しいわ。パリから再び飛行機に乗りまして、サンパウロまで12時間。バイバイ。 It was nice meeting you. バイバイ。現在ブラジルのサンパウロに来ています。うわー、絶景だ。ここが人口1000万人以上が住むサンパウロ市。あそこにあるのが中心部の観光名所、聖大聖堂、教会ですね。一番有名な観光スポットなんですが、一番危険な場所と言われています。私たちは近づかずに、ここからここ20年30年で今一番、犯罪の数が多いということで、安全対策をしっかり取った上でブラブラしようと思ってます。この庭園がある場所はリベルダーデといって、東洋人街、日本人、日系人の街として有名な場所です。この番組ってさ、突撃するじゃん。はい。ポルトガル語喋れない。どうしますか。お願いしようかなと思って。今日はですね、はい、あのもうコーディネーターの方がいらっしゃいます。フォーリー翔子さんです。お願いします。お願いします。東京出身ですけど、ブラジルに住んで11年になります。っていうと、Do you know から来てるんですか。 Yes。 そうなんです。ダジャレじゃないですか。ナンバーレッチマシャワーシャビカ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 ワースタンガン売ってる。スタンガン売ってるよ。あなたは次の被害者になるかもしれませんよ。リベルダーデ、東洋人街の広場です。あ、歩行者用のこれ信号が赤信号、鳥居です。あれなんだろうね。銀行。銀行、ブラデスコっていう銀行名ですか。 あれは。そうです、みずほ銀行みたいな感じです。あのいろんなとこにある銀行ブラジル版にみずほ銀行みたいなメガバンクとかですか。ビールも美味しいじゃないですか。今日は暑いから。セルベジャカイベイネスカワルタムシン、乾杯乾杯。タバニペジャポネスタバナダイソタバナダイソで働いてるそうです。アキノブラジル、ブラジルのダイソ。ブラジルにある。ブラジルのダイソーはいくらなんですか。平均して 11.99 ぐらい。全然あのキリが良くないんですね。はい、クオリティが高いですね。わあ、日本の漫画アニメキャラ
日本の料理を出してる焼きそば。はい、現在31度です。長野プラス30度の世界に来ました。何のお店だろう。スコンキビのジュースコース。ジン、日本人。少しだけ喋ります。すごい。2歳です。2歳です。お父さん、お母さんが沖縄で生まれた。お母さんが沖縄で生まれて。そうそうそう。フローズンドリンクいただきます。はい、これサトウキビじゃないですか。そう、これ全部。あ、これストローじゃないんですね。ストローじゃない、これストロー。うん、美味しい、甘い、いい甘さ。お名前を伺ってもいいですか。具志堅健一です。具志堅健一。長野のやっぱね、ベンシュワードはね、長野雪降る寒いとこなんじゃないですか。ちっちゃい時からの1回だけ行った長野。あ、へえ。2年間日本で勉強した。7歳から9歳まで。具志堅さんは漢字はあの、はい、具志堅ってよく見る具志堅陽光さんと同じ。具志堅陽光さん知らないですか。具志堅陽光さん知らないですね。ちょっちゅねーの人なんですけど。はい、知らない。知らない。お昼にしましょう。何でもいいよ。あ、あそこに行くんですか。なんか撮影しても大丈夫なんですか。いや、これ許可取ってないんで。あ、わかりました。じゃあ僕は行ってこようかな。撮影の交渉してきます。お願いします。毛利さんが。巻き寿司、いなり寿司、それからしちゃいました。信州の裏側、ブラジル。撮影していいか交渉してます。ここはバイキング形式のランチスポット。しかも分かり。大丈夫。大丈夫ですか。行きます、はい。このカードに、食べるものが記録されるそうです。すごい、全部日本語で料理が説明で書いてある。寿司がたくさん、巻き寿司、いなり寿司、手巻きもありますね。あとお刺身、餃子、わかりやすい、 340g で、合計37レアルぐらいですね。あ、ここにも値段も出る。はい、お願いします。だから1000円ちょっとです。およそ1000円ってことはいいですか。最初に食べるのは日本食。ちょっと味噌汁チェックから。おいしい。具はネギだけだけど、出汁はあら汁みたいな、ちょっと魚っぽい出汁がしっくり出てる感じです。ちょっとそれ気になる。ティラピア。ティラピア。美味しいわ。ライムが乗ってるからすごく爽やかで、タイみたいな感じ。ほとんどライムなんでしか知らない。どうなの。このブラジルには今から100年ぐらい前から多くの日本の人が移民として渡ったそうです。中には信州人も多く含まれているということで、ここにはなんと長野県人会もあるそうです。今からちょっとそこを訪ねてみようと思ってます。130番。あっちか。130、住所ここかな。
全員の身分証明書が必要です、入るにあたって。はい、すみません、たくさんと申します。よろしくお願いします。エレベーターで挨拶が始まりました。高橋さん、はい、よろしくお願いします。なんとこのサンパウロにアルクマがいます。あ、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。三人一世ですか。じゃあ皆さん生まれが長野県。そうそう、僕は飯田です。今合併じゃなくて飯田。竹井さんは。私の四ノ井町。はい、ああ今は長野市。長野市四ノ井。お店は松本。松本です。松山です。松山です。へぇ、なんでわかるの。僕、あずさ川村出身です。あずさ川下津野っていうところ。あ、下津野、僕は上津野。カミツノ隣が、ご実家が僕の実家から歩いて5分ぐらいです。それでサンパウロで会うってすごいですね。なんか世の中狭いのなんでか、狭いのから。小さい時から自動車が好きでね、高校生卒業したら自動車会社に入るつもりだったんです。だから全然できなくて入れなくて、ね、ブラジルに来て、たまたまブラジルトヨタが進出したばっかりで、1962年に工場建設中で、その時入ったから、その工場ができた時には1号50年働きました。だから今博物館級の人間になってました。何歳の時に来たんですか。21歳です。あの時に来て、花嫁移民です。主人はこちら青年。4年前に来てました。だから僕らは会うまで写真で見るだけで、本当に会ってない、一回も会ってない。知らない人、知らない人と結婚するために地球の反対側に来て、いや、私ははっきり言われた。それでこちらに来るにはもう結婚してね、結婚したっていうことでないとブラジルに来れなかったんですよ。これは初めて見ましたね。これはこの表記は二世三世はやっぱり漢字が読めないので、ローマ字で島の国をポスターを作りました。はい、信濃の国は自主に栄えずらなる国にして、そびゆる山はいや高く流る川はいや遠し、あの松本市秋佐川には最近だといつ来ましたか。お、長いこと言ってない。何年ぐらいですか。もう二十何年かな。海こそ投げ物騒ぎ、よろずかがわぬことぞなぎ。じゃあ、ありがとうございました、荒木さん。僕の代わり、金正寺山役に。金正寺山とか、大宮熱田神社とか、これ行きますんで。夕飯はですね、ブラジルの名物料理、肉料理のシュラスコ、いただきます。お店の方がぐるぐる回ってて、どんどん肉が、わんこそばのように来るという、レストランの広報の方が隣に座ってくれるという展開で、チーズが、おいです。このミニトングでキャッチしてください。あ、これでキャッチ、はい、おお、うまい。ブラジル来てよかった。めちゃくちゃ美味しいです。
ったもんね、とかそうですよね。はい、よかったよかったあと、パルショコテがサラダレイさん、サラダバーとか行っても大丈夫ですか？あ、どうぞ、あの、好きに過ごしてください。さて、ここで大事なお知らせがあります。この番組4月から放送時間が変わります。日曜日の午前10時から放送となります。来週からは日曜午前10時から。チャオチャオ。赤土の道サーモンの寿司味がね、すごくマイルド。日本の油ギトギトのサーモンとはちょっと違う薄味のガラナ。ガラナブラジルのお刺身。もう何か全く分からない。結構ぬるめぬるめ温度の話。ちょっと飲みやすい温度。普通のガラナ、あの普通のガラナが分かんないけど。ああ、そう。飲んでもなく飲める。なんだ、ガラナ飲んだことないのか。おそらく普通のガラナ、ちょっとぬるめのガラナ。ホットロール、巻き寿司を揚げたブラジル人大好きなお寿司。うん、おいしい。この揚げた衣の部分も味付けしてある。寿司ではないね。寿司ではない、うん、寿司とは別の美味しさが。白身魚のフライを食べてるような感じ。そこにご飯がちょっと入ってます。今のいい表現だったわ。今の分かりやすく言えたわ。さっき全然言えなかったから。油がすごい。お尻のあたりの肉、ピッカーニャ。ブラジルで人気の部位。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。ソースが美味しい。ニンニクと塩がしっかり効いてる。いやー、ブラジル最高。